長尚春かなりは、日本のハードボイルド、推理作家、北方健造の長編ハードボイルド小説、冒険小説、アクション小説、北方健造のハードボイルド小説でのデビュー作。大学時代より純文学を執筆していた、北方であったが、本当に書きたいものを書くラストチャンスとして、長編エンターテイメントの執筆に着手する。3作書き上げた中から、 第二誕生日という作品を手直しして出すことになり、上昇遥かなりと解題した。初出版がいきなり長編という異例のデビューとなる。帯コピーはハードボイルドの新生。ホッポは本作の発表により、純文学と決別、以後、ブラディトールシリーズや、オリなどのベストセラー作品を多数発表、日本を代表するハードボイルド作家となる。しかし、当初は、 ハードボイルドを描いているつもりはなく、日活映画のようなアクションものを意識していたという。実際、ホッポはアメリカンハードボイルドの大御書、レイモンド・チャンドラーの名さえ知らなかったという。元刑事がかつての敵を追う。そのうちに4年前の不可解な事件の黒幕が浮かび上がる。影丸条屋の作画による。単行本は実業の日本社より全4巻が刊行された。 ありがとうございます。